枠を捉えることはできませんでした。日本のシュートです。まあ、よりシンプルにいきたいところですよね、はい、中盤は、今は吉田がフリーになっていました、うん、サイドバックに入っている酒井宏樹、クロスを入れていく、ヘディング、最後は南野のヘディングです。かなりやはりゴール前相手の寄せが早いですからね、うん、球離れ早くしたいですよね、はい、そうですね。ただね、ちょっとゴールのね、はい、そのバウンドであったり、うん、その蹴るタイミングの、さあ、ウマルゴイフのコーナーキック、精度の高いボールがある、日本ヘディングです。上田でしょうか、ボール拾ったウマルゴイフ、20番アンカーのジュラボエフ、シュートは外れていきました。ただ松木さん、はい、5日前のモンゴル戦、日本は圧倒的に押し込んで相手にシュート1本も打たせなかったわけですが、うん、この試合はファーストシュートがまず相手になりました。そうですね、まあ、あのこのグループの中でやはり首位を狙う両チームということでね、はい、このタジキスタンのこのホームの歓声を見ると、やっぱりいやフランスペース、パス繋いできた、日本の左サイドボールが出ている22番のジャリノフ、ラインを割りました。最初のコーナーキックはタジキスタンです、まあ、かなり立ち上がり積極的に来てますよね、はい、ということでやはり自分たちが攻めていても、はい、しっかりとしたリスク管理からのポジショニングを取ってもらいたいですね。タジキスタン今21番マヌチェフル・ジャリロフです。29やってきたっていうものがここに表されてるのかなっていう気はしますよね、あと国全体のねサポーターも含めた勢いっていうのがね、うん、やっぱり選手に伝わってますよね。高いボール、日本権田、はい、さあ日本右サイド、再び中島、吉田にここまで合ってきていますが、吉田の前でヘディングでクリアしたタジキスタン、これクリアをさせない、うん、南野がシュートを打ってきました。森保監督になってからの日本代表で最多8得点を決めているのが南野拓実、9番です。まあ、前線の顔ぶれが今回の場合は大迫がいません、それから初戦は永井が最前線でしたが、今日は18番の鎌田、まあ、前の4人のコンビネーションというのが中山さん、中島からワンタッチで裏を狙っていきます。ここに南野、そして鎌田、鎌田背負って中に折り返せるか、コーナーキックに変わります。鎌田もモンゴル戦は終盤残り30分で出てきました、代表初ゴールもありましたが、今日先発で、中山さん本当に普段とはクラブとはじゃということでは、タジキスタンもセンターバックの2人は180センチ台後半です。ボールを入れていく、ボレーだ、こぼれたところ、打てるか、いやーっと、そしてホイッスルが、相手のヤティモフゴールキーパーに対するファールでしょうか。タジキスタンボール、今その前のダイレクトでボレーを打っていったのは吉田か、あるいは上田か、吉田ですか。そうですね、まあ、セットプレーが、うわー、大きなタジキスタン国旗がバックスタンドを右往左往、右に左に行っています。さあボール、ハンドというこのタジキスタンの人にやってきました。さあボール通った、南野ワンタッチリターンパス、どうあっ狙った、ね、得意なコースでしたけどもね、はい、第2戦、先日のモンゴル戦は先発を外れましたが、今日は先発に復帰してきました。いやもう点欲しいでしょう、ね、この夏はオランダ国内での移籍、中山さん、おいしいですね、素晴らしいですね、日本が自陣でボールパスをカットされる形で奪われたところ、シュートまで持ってきたタジキスタン、いい選手ですよね、そのあとここはボールを奪われた、日本ピンチだ、前に出ている、危ないところだ、ゴンダーでしたが、右サイドから組み立てる形が多くなっている日本、南野コーナーキックです。コーナーキックに逃れたタジキスタン、さあチャンスだよこれね、3本目のコーナーキックになります日本です。酒井宏樹から縦へのパス、南野がすぐに反応していきました。裏2対1になりそうだ、日本の選手が戻る、中に入ってくる、上げてきた、ラインの外です。タッチはありません、日本ボール、今のようなボールも、はい、そのまま伸びて出るかなと思ったけど、ね、勢い止まりますよね、だからバウンドのね、はい、その軌道がやっぱりね、異常にねボールによって変わっちゃうっていうね、連盟の支援も受けて、さあ酒井からボール、南野こぼれている、あ打てない、シュート打てない、プレッシャーをかけます、一本、はい、ここで相手のスペースを探します。堂安外を回ってふわりと上げた、一本、今その12番のエルガシェフへの対応、手を出していました、これはもう要注意だね、はい、今日は吉田に合わせてきている中島、ここは中で一人倒れた、打てるか、
この辺りから早く動かしたいところを入れていった今のようにこうダイレクトに入れましたね、今のようにサイドチェンジしました、はい、そこから探すとなると時間がかかりますからそのボールに対してどれだけオーバーラップするであったりそこによってワンツーをするであったりっていう仕掛けを早くしたいところなんですよね、はい、上田が高さという面ではあります2番です。19番の酒井、22番吉田、どこを狙う、吉田外れた、フリーだったけどね、放送席からは吸い込まれていくように見えたんですが、そうですね、ほら V ネックになっちゃってるもんね今のね、完全に破いて、破れてるよ、うわ外れました。森保監督も思わずベンチから飛び出してきます。いやただかなり、はい、チャンスセットプレーから作り出してますからね、いやもう、ゴール中島に取った、南の中で動き直した、南のだ、正面、正面だよ、うわ決定的な形を作った日本でした。まあでもいい形作りましたね、南野もしっかりとした動きでフリーになってボール捉えてますからね、もう中島にボールが出た瞬間一つはね、はい、チャンス作れるからね、南野右サイドに流れた早めのボール、しかしこのいわゆるセカンドボールというかクリアしたボールを相手に拾われてしまっている、中にボールを入れてくる田敷さん、このバウンドもします、キープできて運べる鎌田、はい、間に入ってくるボールに対してねすごく反応がいいよ、堂安戻す、酒井細かいパス、鎌田打てるか、酒井ミドルシュートを打たせない、打たせてもらえない、ああ体を入れてきます、あここは田敷さんのファールです。かなりボールサイドに人数かけてボールを奪いに来てますし、相手さあ日本のコーナーキック、よいいボールだ、合わせるかパンチングで、はい、打てる、鎌田シュートまで行け、中に入っています、仕掛けるか、縦に仕掛けた、コーナー、日本のコーナーキックです。よし、今日は右サイドからのコーナーキックで吉田で2度、うん、うまく合わせてきている日本、今度は左サイド、一番嫌な時間帯でもあります、ね、アディショナルタイムだ、おい、この間にポジションを取っていいところには立ってましたけども、はい、中島から決めた、来た来た来た、ついにゴールネットを揺らしました。いや前半ねこれと同じような形でねヘディングでね、はい、正面でしたからね、よげた、南野匠ワールドカップ予選開幕から3試合連続ゴールです。左利きのウマルゴイフから中に来ている、吉田落ち着いて体を入れた、しかし相手のスライドも速いですよね、今に対して少し縦が空いたところ、形だ、鎌田スリーパス抜けた、酒井止まらせられて、ドアーと守った、竹中島、南野打て、少し流れた、待った、上げた、トーキーパーキャッチ、194cm アティモフ手を伸ばしました。いい攻撃でしたね、ボールの奪い方が良かったですね、はい、まあ、シュートまで行きませんでしたけれどもいいカウンターになったと思いますね。日本相手に大量失点しないというのは立木さんの狙いでもあります。切り返してくる左利きです、よしよし、アリシェル・ジャリロフが狙ってきました。まあ、あそこでね、はい、なんか1個2個3個ってこうタッチをしてくれると比較的楽ですよね。あのまま勢いのままねドーンって打たれるのがね、やっぱ日本から、右サイドサファロフ早めにクロス入れてくる、ボールが中に入ってくる、ボールを運んできました。何か喧騒状態になっているスタジアムです。ドアキープ、柴崎パスをつないで速いボールだー、よっしゃー、決めた、またまた南の追加点、見事だね、酒井のクロスも見事でした、素晴らしいボールです、ね、低くてね速いボールね、パスをつないで崩した日本、酒井からのグランダー狙いすましたボールに南野匠取り込む、ピンチだ、縦にパスを出させたくない、パス通ってくる、上田対応する、打ってきた、権田を抑えました、危ない危ない、上田対応、コースも限定しながら権田が抑えました、ヒヤリとしました。その浅野と川、壁は3枚、堂安が狙っていきました。あとは中山さん、浅野は前線もそれからサイドでもプレーできますし、はい、どういう交代にしてくるかですね。そうですね、
動向を、まあ、攻撃の起点で持った右のサイド、サイドバック酒井から誰に合うか、浅野、素晴らしい、決めた、いいボールだな、浅野拓磨のゴール、日本3対0。いや、いいですね、交代メンバーがこうやって、はい、得点に絡むっていうのは見事だね。1年ぶりに代表の